このイベントは子どもたちにヨットを身近に感じてもらおうと、共に未来へグループと徳島ヨットクラブなどが開催し、8日から10日の3日間で26人の小中学生が参加しました。用意されたヨットは安全に楽しく速いというコンセプトで普及しているオープンスキフというジュニア用のものです。はじめに参加者は練習用のヨットに乗り、バランスの取り方や舵の扱いなどを教わりました。操作とかが、動くの、まっすぐに動くのがすごく難しくて大変でした。あの旗みたいなのがこうやってコントロールするのが難しかった。コントロールするのは難しかったけど、やってみたら楽しかったです。操作に慣れたらスタッフと2人1組で出航。あっという間に200メートルほど沖までヨットを進めていました。この日は風も穏やかで、コツをつかんだ参加者は帆を巧みに操作して波を満喫していました。